Ladies and gentlemen, and Orotsu in Akeisen. A long time ago, in a galaxy far, far away, Toyama Gourmet Series.ここはタツイーンではなく地球日本。今回のランチは富山県射水市白石にあるうどん満腹さんです。こんにちは。店内はテーブル、カウンター、奥に小上がりがあります。オープンが11時30分ということもあり、長蛇の列になります。どこの席にしようかな。目立たないテーブルへ。調味料、射水市だけあって中六さんの醤油は嬉しい。メニュー、天ぷらうどん980円、大きな稲荷うどん600円、もつうどん880円、半熟卵天カレーうどん880円、カツカレーうどん920円。釜揚げうどん、釜玉うどんは700円。ミニ丼はプラス210円。鶏から定食900円、カツ丼定食900円、カツカレーライス900円。うどん大盛りがサービス。これは嬉しいですよね。カツカレーうどん大盛りをオーダー。カレーうどんと共にあらんこと。それではカツカレーうどんの入場です。どんぶりのワンダーランドへようこそ。おっと、大きなどんぶりにスレスレまで持ってあります。福神漬け、良いアクセントになります。シャキシャキのネギ、小ライス、とんかつ、カレースープ、うどん、紙エプロンがついてくる気遣いの良さが素晴らしい。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。どんぶりが大きいためとんかつが小さく見えます。それにしてもボリューミー。うどんはツルツルです。トロトロの粘度の高いカレースープ、コクがあります。とんかつは揚げたてサクサク、熱々です。この美味しさがまるで32の人間ロケット号や。ごちそうさまでした。
見事だ、実に見事だ。姉妹チャンネルのアンジー TV よりお知らせです。新しい動画をアップしました。トイプーと紅葉狩り、銀河鉄道999風ストーリーで散歩の巻、ズーズーしお願いで大変恐縮ですが、トイプードルのアンジー TV と検索をよろしくお願いします。